お久しぶりの怒りの金曜日でございます。まあ、基本私ね、怒りしかなくて、もう怒ってばっかりの動画なんですけども、まあ、それを、その主体としてね、うん、撮るっていうのは、まあ、ありちゃありかもしれないですね。だってみんなだってさ、不満うっぷんあるでしょそこでどこかで、さ、まあ、話したり、その解消、解決させなきゃ、どうするよ溜まっていく一方でしょで、爆発するよねいつか。どこかで、ね、みんなにも気持ち分かっていただきたいっていう時って、あの、出すべきだと思います。でですね、 もう、正直言ってね、俺やっていいことを話したいし、悪いことばっかり話したくないのよ。でもね、この世界が、もう、もう、本当に愛がない。本当に、好きな、いいことは全然してくれない。ちょっとお酒飲ませてください。あの、前の動画の続きになるんですけどもね。酒飲まなきゃやってらんない。で喉乾いちゃうんでね、すいません、ね。あの、朝、朝になりましたけど、明るくなりましたが、 そんなの関係なくね。やっぱり動画に出すんだったら、出さなきゃ。いつでも辛くても。めちゃくちゃ仕事で疲れてても。で、帰った時に、クソみたいな光景ですよ。自転車起き上がって。なんすかもう、本当に辛いんよ。で、まあ、今回の動画はですね、またまた駐輪場で迷惑かけられて、もう怒りしかないと。もうぶっちゃけやっちゃっていいっすかっていう動画です。だいぶ前から私ね、あの、駐輪場での話、出してると思う。まあ、検索して出るかと思うんですけど、本当にここのバカな住民には迷惑かけられて、で、管理会社にすら俺はあの、迷惑かけられてんの。 何なんですかねほんとやだ。なんかスピリチュアルなんかあるだとか、もう関係なく、やってるやつがあるやん。人間が悪いやん。その人間の脳みそが腐ってるやん。もうそいつを、とにかく教育しない限りは、変わらんわけですよ。ここ小学校、学校じゃねえよな。俺教師じゃねえから、てめえらの。母親じゃねえんだから、ね、怒られてさ、もうお金お前ら払えよ。怒ってくれるやつのありがたさ考えろ。いないぞ、こんなに、ね、死さしてくれる、教えてくれる人たちって。こういうのはね、枯れ払ってまで、得るべきですよ。っていうか、 さあ、義務教育でこういうのを終えとけっつうの。社会不適合者かよ。ドイツもこいつも。来る住民も、いてる住民も、管理人も。で、警察も、警察ですら、なんかね、俺よりもまともじゃなくて非常識な奴が多い気がします。あの、あのあの人によるよ。でも俺が出会った警察あんまり良くもね、態度も悪いしね。行ってみて、一回でも行ってみて。あの、私いい人だからね。い、その、 行くことあるんですよ、警察署に行って、みたいなことが。悪い人も警察署行く確率多いじゃないですか、悪い奴やがや捕まえられたやつやもう、出会いたくない、本当に。いいやつと悪いやつが出会う場所は警察署だと思います。<laughs> いいやつは、なんかその、なんかが困ってる人がいて、助けてあげて、みたいな感じで、あの、行くと思う。で、あと、えー、っと、落とし物をそ,そう、落とし物の話もね、いつかしようと思います。結構溜まってるんだよね。まあ、はよゆえやった話なんだけど、忘れちゃって。で他にも話したい話が、本当にあるの。 遅くなるかもしれないけど、いつかは出すから、まあ、待ってて。楽しみにしといて。本当に動画に出してな、なかなか、あの、面白い動画になると思うので、あの、皆さんもね、まあ、関わってみてください。警察官とか、えー、っと、こう、交番とかに行ってみて。本当に雰囲気暗いから。うわーってねもうなんか犯罪者がいたであのー、牢獄牢屋行ったことないやんど牢、牢屋みたいな感じですよ、もう雰囲気が。まあまあまあ、あの、あそこって、正直言ってその、 古くから建物があって、建物的な感じでね。あの、あんま綺麗じゃないのが多い気がします。あの、俺の統計ではね。まあ、あの、場所にもよるんやろうけどね。新しくね、あの、建てられた建物やったら綺麗だと思うけど。まあ、あのね、古い感じの建物がしますよ。汚いとかじゃなくて、まあ、古い感じの建物ですね。中入ってみたらわかるんですけども、交番の話ね。警察署は、あの、まあ、うん、比較的新しいと思うけど、なんかその、市役所っていう感じだよね。 なんか、コンクリで、あの、ちゃんとは立てられてるみたいな。でも、あの、装飾はないよ、みたいな。そういう雰囲気の。ね俺が警察にならんかんのかな、これ。でさ、俺はね、警察の難面から変えたいわけよ。こいつらね、もう赤はそのロボットになっちゃって、人の心が分かってない。俺の気持ちがね、こう、やられて嫌なことを言って、だから何、何みたいな。法律に引っかかってないから、みたいな。お前、人の心とかないんかなあさすがにさ、 あの、あなたがこれ言われてさ、どうもう、例えばまあ相談相手として、ね。あの、相談してくれていいよって、その、えぇ、ー、110番にあと何とかつけて、数字をつけてな。相談のダイヤルあれあれやってみクソみたいな、あの、窓際族の警察官、出よるぞ。言葉もなってないような、け、敬語も使えへんような。ああいつら、その、舐められるとかでさ、なっとるか知らんけど、相談ぐらいは敬語ぐらい使えな。ヤンキーが話しかけてきたり、 あのね、あの、違反したヤンキーに対しては、敬語なんて使わんでええ。俺らみたいな、まともで常識な奴には敬語ぐらい使えと、アホ。それが当たり前や。仕事してんねんから。仕事でお前らやってんねんやろ。な、それで金戻って、飯食うとんねんやろ。敬語もお前ら使えへんのか。単純に,にあと単純にや。お前らこれで飯食うとんねんから、ね、あの、何をしてるか知らんけど、掃除だったりして、それで金もらえてるんやから、敬語も使わへんねんやったら、やめてまえ、アホ。常識範囲やで、はっきり言って。な、俺はお前の対等じゃね、あの、お前の下じゃないから子供じゃないんで で、あのー、ね、年齢とかでさ、差別って頭おかしいですよ。もう、社会人としておかしいですよ。自分よりも目下の歳だから、なんか敬語使うんでええとでも思ってんの。頭おかしいんか、はっきり言って。そんなんでええわけないからな。なんか、ヤンキーみたいに管理会社が生きればさ、えー住、住民はね、ビビって何も言えないやろうって。アホか言,言いまくるからな。もう警察も呼びまくるよ。ちゃんとやってへんねんから。当たり前やん。 こいつらもう使えん、本当に使えへんやつばっか。で、あっと、まあ、ことの話で言いますと、引っ越ししたやつが多分ですよ。で、そいつが、ね、電動自転車なんつ、な、いきりきった、もう持ってきよるわけですわ。お前なんて電動自転車いらへんや。そもそもこういうやつってな。毎日使うわけでもな、ね、い。私ね、毎日使ってんのバイク、これ本当に。仕事でよで。仕事でやって帰ってきてよ。ねドーンって、俺が置いてるところで気持ちいいか、これ。で、もちろん私はね、こう、そういう対策として、カバーを置いてるわけですよ。 あの、バイクにかける、あの、バイクを覆う感じで、その、雨とかをしのぐ、まあ、役割のカバー。まあ、想像できるやろ知らん人でも。そういうカバーがあんのよ。つけて、で、外して、あ俺がいてない時はな変なやつ入ってこうへんように、そこに置いてるわけ。あの、物置いてさ、あの、風で飛ばんようにって。で、その、バイクのカバーをね、わざわざと、土下でまでね、俺のよ横にね、もう真横というか、まあまあ、俺の場所にや。あの、他にも場所あんのにやで。 なぜか知らんけど、俺の、このバイクのカバーがあるところに、こいつ止めよって。で、柵があるんですけどね。柵にチェーンまでかけてるんですよ、こいつ。電動自体、パナソニックの。でね、シガの防犯。出たよ。この防犯のやつあるじゃないですか。あの、シール。防犯、シール。あの、これを登録すると、その、えっ、ー、と、要は盗難者かどうかを調べられることができるみたいな感じで、まあ、あの、県によっては義務っていう、あの、ものがあるんですけども、田舎もは知りませんかね、こういうの。こいつでんですけどね。シガ県の防犯。あの、いいですかこ、ここ、まあ、東京で、 あの、じゅ、住所変わったら、これも、深刻でちゃんと言うんですよ。言うんですよ、これ住。住所変わったよって。で、あの、変えてもらうのに、東京に。俺はちゃんとやってるから、俺そういうのは。どうや俺の方がまともやろ俺、俺、俺がまともじゃなくて、こいつはまともって言うんかほんまにこういうやつまともじゃないから。見れば見るほどね、まともじゃない。サドルに穴が開いてるし。これ何、何,何意味するかわかるこれ。サドルに穴開いてるやつ。これな、まあ、前のじ、じ前のマンションで、マンションがアパートで、他の住民に迷惑かけてるから、こうやってね。 嫌なこと、快いことされんねんで、サドリに穴開けたり。あの、俺、嫌いな言葉あって、いたずらいう言葉あるんですあれ、あの、万引きと一緒で、すごい嫌いやねなんか、さ、あの、軽い話してるようやけど、普通に、犯罪やで。はっきり言って、犯罪やで。まあ、あサドリね、穴かて開けるもちろん良くないんですけど、犯人のね。まあ、開けられる理由があるねん。こういうやつや。ね、人がさ、普通に止めてるとわざわざ、他に止められるとかあんなに入ってきよる。そういう不快なことをするから、迷惑かけるから、そういうことされるんちゃうんですか もうその穴見て、学べよ、お前は。な、穴ずっと直さずにしててさ。で、高い自転車乗って、いきり散らしてるからちゃうんですかこれ。どうせアパートから来たやつやろこういうやつって。で、自分のことばっかりが電動自転車とかそういうのか、をね、買うことはできるんですよ。迷惑かけ、でかい自転車、要は。こんな、あの、まあ、ま、電動自転車乗ってるやつ全員にね、批判してるわけじゃないけど、毎日乗るんやったらええけど、こういうやつって毎日乗らへんくせに場所を取りようね。こう自分の場所を主張しだすね。引っ越してきた早々のやつらがよ。 俺、俺に俺、もさ、それなりに、まあ、長く、も、ま、う、あ、長く住んでるけど、はっきり言って長くか。あの、まあ、マンションでもね、5年以上住めば結構長くって言えますから。私結構長く住んでるやん、ここで、で最初に私が来た頃もね、またまたって書いてあるけどもね。ぶり返して言うけど、めちゃくちゃ自転車置いてあったっ置けられへんわ、やったわけ。で、しかも俺ちゃんとね、バイク止めますって言うたんですよ俺。こいつはちゃんと言うたんですか自転車って事前に止めますって。言えそういうの。 基本常識として言うねん。で、知恵袋とかでね、あのー、実は管理会社と揉めてて自転車勝手に置いてしまって、みたいなあるんですよ。お前が悪いやん大概の質問者お前が悪いやん常識がないから揉めるんやって。俺はちゃんと言うてるぞ他の、ここのマンションじゃなくても他のアパートでも、止めますけどよろしいですかって。言いにくいよさ、勇気がいるよ、言うのも。まあ、だるいよ。けども、俺はちゃんと言うてるぞお前ら、ね、俺の動画見てお前らちゃんと言うてるか言うてへんやろ。その時点で、俺より貸したいねん、お前らの非常識は。 お前らの方が非常識なんだよ。そんな非常識な奴が私に何を文句言えんのな。もしも、あの、俺に文句を言うような、言いたいと思ってる奴がおるな言わせてもらうけど、お前の方が非常識やからな。まあ、あの、ぶっちゃけコメント、そんなね、あの、私の動画見てくれてる人って少なくて、まあ、あはっきり言って見てる人に、対して不快な思いというか、めちゃくちゃ厳しいこと言ってますけど、それが私だしせよ鬼なんで、まあ、そこはご了承ください。で、ま、あ大体最初の方に言ってると思います。こと、今回は言えてなかったですけども、今言いましたんでね。何かな あの、対策として言っとくねん。今コメントなくても、もしかしたら、あの、コメントがいっぱい来た時のために、もう前々から言っとくねん。お前の方が、常識はないよっていうのね。コメントないのになんでそんなことまで言っていや、だから、だから、未来、未来を見越して、そういうのは、ね、予想筋立てて言っとくねん。最初から。頭いい人、賢い人は、もう未来予知しとくよねん。最初から言っとくねん。ね、こう起きるだろうっていうのを思って、頭ないこういう奴らがね、人の会議嫌なことされて、で、なんで嫌なことされるのに浮かないへんとか言い出すね。 な、なんかいじめられてますみたいな。お前、お前が悪いやん、はっきり言って。なんかの事件でさ、被害者になるやつを、まあ、いるじゃん。別に全部の被害者とは言ってないよ。あ米印で言っとくけど。ちゃんと俺は言ってますからね。全部とは言っていないって。勘違いしないで。揚げ足取らないで。もう揚げ足取られないで、ちゃんと言ってるから対策で。ね。全部とは言わないけど、大概さ、被害者にもなんかねなんかねこいつは常識ないのよ。トラブルに会うやつって。 会うようなことしてるからトラブルにあるんじゃないんですかで、俺おかしいか俺はちゃんとバイク止めていいって言われてるし、この駐輪場っていうのはバイク止めてもいいとこなんですよ。だから俺止めてんねん。これがアカンとこやったら止めませんから。ねえ。でしょね、常識範囲やん。で、この、このバカどもはさ、非常識やから、俺が、ね、駐輪場にバイク止めてんのが、非常識やと思ってるんですかねあ、ほか調べてみ。で、俺だけじゃないね、バイク止めてるやつは、他にも止めてるやつおんねん。はっきり言って。で、そいつもまためんどくさいやつやねん。あ、言うの忘れてぶり返して言うけど、あのー 最初の頃に場所もなくて、で、あーのー、どこに止めたらいいですかと、端っこの方、バイクやからねっていうことで、端っこの方に止めて、それでも、端っこの方に止めやがる自転車がおったわけ。そいつ、めちゃくちゃ適当なやつで、いろんなとこに止めようんの。だからいろんな人にさ、迷惑かけてんね。やめろ、そういうのって。ちゃんとさ、場所っていうか空いてる場所やねそこに止めたらいいのに、なぜか人が止めてるとこに止めたかんねん。もう、本の、こん、なんかさ、 魂からそういうやつって人に迷惑かけるために生まれてきたんですかねそういうやつっておんのなんか、あの、スピリチュアル的にさ、それだけのために生まれてきたみたい。な人に迷惑かけるためだけに生まれてきたみたいな存在。いるのこれ、この世界って。クソみたいな世界だな。この世界、クソみたいな世界だな。何度も言わせてもらうけど。よ、よくこんなことが人にできんね。今のね、そのギミックク、を得は、中でね、ベトナムとかそういうさ、あ、いや、言っちゃった、あの、まあ、あの、他国のさ、日本じゃないまだ発展してないような国で言うてることちゃうぞ。これ発展してない国やったら、もう普通にパーンやん、これ。 銃殺や。当たり前やけど。俺に迷惑かけたんやから。誰に迷惑かけてんねん。一番まともで、一番厳しい私に迷惑かけて。許さんからねこいつ。パナソニックの電動自転車のやつ。サドルに穴開いてる。滋賀県の防犯のやつ。色は、あのー、あれ、なん、なん、なんていう色なんやろうな茶。茶色っぽい、やつ。お前は何がしたいん本当に言うけど。他にある中でわざわざ私のところに迷惑かけて。でね、次に、やってきたのがですね、バイク。バイク、他のやつ止めたって言ったでしょあのー、 ホンダの何やっけなしか、泡がめっちゃ出る。最近喋ってないから。あれ、なんて言うっけあの、スーパーカブ。でしたっけわからんけど。あれも 50cc なんかなはっきり言ってね、50cc じゃなくてもう止めてるやつおるから、俺 50cc じゃない。それなに小さい、小さいというか、まあ、あの、大きさじゃないけどね、あの、cc に関して排気量なんで。まあ、でも排気量が大きいと、あそれは、ま、ごつくなるっていうのは、あの、当たり前なんですけども、バイク知らない人に多分言ってるけどね。 はっきり言って 50cc 以上の、あのー、ね、駐輪場に止めるべきではない大きいバイクはありますけども、ありますけども、そこに行かずに、わざわざ俺の、俺に喧嘩売るかこいつら。なぜかバイクバイクで止めやがったやつがいんねん、スーパーカブ。そいつ全然使わへんわけ。な使うんでも俺腹立つけど、使わへんのかいなあ使わへんのやったら置くな売れ、それ。一度も使わずに出てったからな、そいつ。なんなんすかね俺に目をかけるためだけに俺、ここにバイク止めて、で、そのスーカバグ横に止めてって。 ま、俺がさ、あの、あちこちじゃ移動したらって言うけど、簡単に言うてくれるな簡単に言うてくれるなそしたら他にも迷惑いくやろ考え周りのことを。な、俺は頭、ね、頭いいし、優しいし、そういうの分かってるから、まあ、バイクがね、あちこち移動するのは、まあ、みんな不快な思いさせるやろなって、動かへんかったわけ、私は。ずっと、<laughs> ずっとね、隣にバイクが、あの中仕方なくそ整えて,てやったわけ。その時本当に、あのー、いっぱいやったわけ。今、今でこそ自転車あんまないけどな。 自転車いっぱいあるんで、その止めてある自転車も使ってない自転車ばっかなんよ。おかしい、もう何から何まで。最初来た時は嫌な感じしてて。なんか態度悪いしさ、なんか幅を、こいつらね、自転車なんてさ、幅一つ、あの、一台でいいや、二台ぐらい入る幅を使いよんで。わざと、なんや斜めに止めて、カゴをさ、あの、ガタンってしてみたりして。まっすぐ止められへんのか、お前らは。ら心が曲がってるからねそういうことができひんねで、俺嫌いなのが、えー、っと、スタンドあるでしょ。 自転車を止める、止めておける、あの、固定するね、あの、棒あるでしょう。あれが片方しか付いていない。片スタンドって俺呼んでるんですけど、あれ、本来なんていうん、サイドスタンドって言うんですかね。知らない。まあ、どうでもいいけど、自転車のことはって。あ、あれ嫌いやね。なんでかっていうと、あれ片方から押すとさ、えー、よく左についてるんで、左から押すと右にはこけるじゃないですか。自転車バン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 ってなるねん、あれ。ね。よくアニメとかでさ、自転車がその連続でさ、止めてるやつ、あの、こかしてしまってってあるやん。あれ、原因ってね、スタンドにあるねん。 スタンド変えろもう二度とあれ、肩スタンドのやつ作んなね、ちゃんとこ、うこういう、えっ、ー、と、えっ、ー、と、この字型みたいな感じで、両サイドね、止めるやつあればこけへんの。片サイドやったらさ、自転車こけるやん当たり前の話してんねん、これ。物理学とかも、そんな、ね、学術的なことしてねえんだよ。わかるだろ、そんなんぐらいは。そういうやつ、すごい性格悪いわ。肩スタンドのやつ。性格悪い、本当に。あ、ママチャリって言うんかな。あの、まあ、両スタンドあるやつは、両スタンドって言うんかな、あの、 ま、両方からでもこけても、あ押してもこけへんやつな。やったら、まあ、こけへんやんか。ママチャリ系か、あれや。ごめん、自転車全然知らんけどね。こけへんやん。なんで、だからそもそもスタンドがさ、あの、片方、なんていうの、疑問に思ってんの、他の動画でも言うと思うんやけど。あと、えー、スポーツ自転車みたいな、がさ、あの、スタンドがないやつあるやん。あれは頭おかしいと思うね。法律で変えるべきだよね。もうあれさ、就任できないじゃん。スタンドねえんだから。まず変えよう、スタンドぐらい。 海やつがさ、スポーツ自転車生きてんちゃうぞ。当たり前やろ。で、サドルが高い。頭おかしいやつあるある。ちょっとか、書ききれへんかったけど。サドルが、の位置が高い。あ、あた、頭の悪さ、サドルの高さやね。なんか知らんけどね。統計的に私見てね。サドルが高いやつね。頭おかしいやつが多い。あ、じ、自己中。自分のことばっかりの。心もちっちゃい、頭ちっちゃいやつ嫌いや、そんなやつが入ってくんなよ。気色悪いなで、えー、と、そのスーパーカブのやつね。もう今生きよったから、もう一安心やねんけど。まだですよ。 で、他にもね、やられてんのになんかしんか、俺、俺ばっかりや、これ。で、じゃあ、俺が置く場所が悪いんかーって、おい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 。まず置く場所が悪いって何って話なんやけどで、俺はね、まず、まじ、まじで壁、壁際に置こうっていう気でいてるわけよ。でも、ま、壁際って、あのー、大概はさ、誰も止まってないことはなくて、誰か止まってるわけよ。だから壁から2番目なわけよ。で、あのー、壁から、じゃあ1番目のやつは、まあ、特に問題ないというか、使ってないんで、あんま関わりないんで、 ま、そいつからのヘイトは特にないですわ。で、あの、私もね、ちゃんとあの、幅とかを取ってるんで、その合間に入ってくるんですよね。わかりますこれ言ってる意味。これほ、んとにおかしい奴らですよ。えー。 よいしょ。えー、まあ、こ、こんな、わ、わかりやすく言う。危なー、こぼすとかやったら。まあ、これ、え、まあ、見たらわかるでしょあの、説明なんてしなくても。あ、そういうことねーって。 え、見てわからんかったら、お前、アホや。<laughs> ごめんね。なんか言葉きつくで。私きついですから、鬼ですから。これ、こ壁ね。これ壁こうある、あるとするやん、壁があって。まあ、続いてるって、えっ、ー、と。壁っていうか、まあさ、柵だったりするんですけどね。で、あの、ここに自転車があるじゃないですか。で、あの、まあ、あの壁の一番端っこは。で、その次は私ね、バイクね。あの、大きいんでね。あの、あんまりその、ね、幅取る,取るとあかんかなって。まあ、本当やったらその一番壁がいいかなって思って。で、壁やったらさ、壁は動かへんやん。だから迷惑かけへんやんっていう意味でこれ、あのー、ね、住むじ、その部屋、部屋にも、部屋も言えると思う。部屋の一番端っこあるやん、こう。 まあ、アパートあって。えー、っと。ここね、まあ、6個部屋があってさ、1階2階ってあったとして、あのー、3部屋ずつあるとするやん。101から103。で、2階は、えー、203まで。わかる頭使ってあ。使わなくても大体わかって。1回住んだことある人やったらわかると思うんやけど。一番いいとこ悪いとこ。お教えてあるわ。えー、こう、うん。こうやね。あの、うん、うんま。ま、ま、丸。はい。これが欠けてるやつは、あの常識があって頭がいいです。えー、っと、ちょっとね、番外編になるんやけど。 えー、一番赤んところは一回目を真ん中です。102ですね、これが。102、101として103、103。だいたいまあ、あの、こっちに階段があったとしたら、階段から順なんですよ。でもね、変なマンションもあってね、でさ、俺が、ね、配達とかしてて、その、部屋番号さ、書いてないとこあるんですよ。どう思います頭おかしいよ、これ。こん、そんな、だから、ところを作るやつもおかしいし、そんなところに住んでるやつもおかしい。で、その、マンションの名前すらはないというところをね。 102が一番、まあ、あの、だるい。だるいんやけどここに住んでもらうとみんなにこれさ、こいつがそうんだっみんなに迷惑かけねこいつが一番クソ。はっきり言って。あの、こいつが変なやつやったらね。で、えー、っと、101と103は微妙です。なぜなら上がおるか。上が猿ゴリラやったら、101と、ゃ201と203がゴリラやったら、もうだるいですよ。こっからこ攻撃できるんで。どんどんできるやんか。まあ、まあ、おかしい、おかしい奴らでさ、 マンションじゃなくてアパートなんかに住んでるやつおかしいやつやもうほんと話通じに。一回、一回、一ヶ月でもええから、住んでみて。本当に。俺は住んだことあるから。で、ええー、思ったのが、こいつら頭おかしいや話通じに。あの、義務教育得てない。どうせ、あの、不登校とか学校行ってへん。貸すな連中や。こんなやつは。やっぱり学校行かへんやつって貸すでしかなくて、非常識なんですよ。で、ここの自転車やろうもね、どうせ非常識や。この、このバカの。アホです。あの、言葉通じへんやつや。で、こいつの親もどうせアホ。で、この親の、 えー、先祖の先祖もアホ、あほ、あほ、あほばバカや。もう、うせろ。俺迷惑かけんな。人に迷惑かけんな、まず。俺だけじゃなくて。俺優しいから言うけどね。俺に、じゃなくて、人にも迷惑かけんな。もうお前人外や。人じゃない。化け物や。こいつ。悪魔や。こう、人の心をさ、惑わす。悪魔でクズでアホ、あほで、カや。ごめねな、ぼこぼあの、言っちゃうけど、出るんすよね。あの、これ、その、 病名ということにしてください。えっ、ー、と、お現象だったっけなんかそういうのがあるんで、そういうことにしてくれてトレッド症候群なんで、って言い訳。もうあの、盾、病、病名を盾にします。これ言ったら勝ちや、勝ち確や。な。お前ら、あのー、病人を批判するんかな。あのー、病、病人差別や、お前ら。クズ <laughs> <laughs> な。強いやろ。病、病名あったら強いね。病、病人をいじめるな、っていうことは言えるんで。私、病人です。はい。私の勝ちです。お前らは批判することできません。 ね、あの、俺がボ、ぼ、ぼこすか、ね、あの、暴言吐いても、それは、病気のせいですから何かっていうことができるんで。うーん。これ、これ皮肉なあの、皮肉な本気で俺、そんなこと思ってないし。わかる皮肉やで。何の皮肉かは、なかなかね、言いりませんけど。で、えーっと、に、202もね、まあ、真ん中やろ。まあ、真ん中が頭おかしかった。とにかくめんどくさいから、もう、もう真ん中総攻撃でぶっちゃけいいと思うんだけどね、はっきり言って。 どうせ頭おかしいやつしか入ってこうへんだから。で、いいのは201と、これ聞いといて。聞いといて損はないよ。203です。なぜなら角部屋です。これ角部屋って言うんですよ。角なか別にあの、何部屋でもいいわ。とにかく、あの、角。角なのは重要なんですよ。マンションの形によってはさ、こういう、なんか、へ、変なマンションな形、変って言ったら悪いか。難しいマンションの形があって、え、すっごくね、これ <laughs>。ちょ、どこが角なのってね、言いにくいとこあると思うんですよ。まあ、とにかく角や。 角が最強なんですよ。で、俺が何が言いたいってかっていうと、か、壁際が最強やねん。壁は動かへんし、迷惑をかけない。だから壁がいいと思うん、ね、で。で、この自転車やろうも、あのー、まあ、特に問題ないので、わ、私は安心してたわけ。あのー、こいつが来るまでは。で、ほら、見て、これ、開いてるでしょこ、こことか。こことか、こことか。まあ、まあ、まあ、あ,あ、こいつ、あ、そう、バイクか。今はこれいなく、いなくだったんやけどね。今今、今、自転車置いてあります。 まあいいやで、こいつもこいつ、これおかしいな。これ自転車、自転車ときてさ、バイクバイクやで。大きいもの同士っていうことを俺は意味したいわけ、こいつだこいつ。でかいやろ、これ。な普通やったらこういうさ、こういうところに入れんねん。自転車、バイク、自転車、バイク。男女、男女、男女じゃないですけどもね。自転車、バイク、その方がいいんですよ。お互いに、みんなのことを考えよう。バイク、バイクやったらね、どっちも邪魔で仕方ないでしょ。頭使えよ。脳みそ使えよ。どこに脳みそついてる今まで何を学んできたんですか人に迷惑をかけ方バカが、うせろわ、アホ。 二度と人間として生きてくんな。もう、将来はね、家畜でね、苦しめられて、その、なんや、あの、自分が、えー、と、鶏で、牛と牛に挟まれて死ねえ。アホ。ど、どんなアホな脳みそしたら、ここに、この、バイ、私でバイクと自転車、間に入ってくるバカがおんねん。なあ、こ、で、しかもここにさ、俺はちゃんとね、こう、あの、バイクのカバー置いといたわけよ。聞いて、本当に。 そこまでして、どけてまでして入ってきてさ、チェーンかけてで、バッテリーも外してな、何してんのこいつって思って。もう、仕事疲れててさ、入ってきてさ、こいつバカなんちゃうかなって。ね、あの、自分の立場になってや、ね、やられてみこれ。殺したのか思ったで、これ。ここまでさ、頭おかしいやつって言ってるの本当に。こいつさ、バカな管理会社に差し金か何かこれ。な俺、ほんまにさ、え、この管理会社にバカにされてんの舐められてんのこれ。舐め腐ってるよね。頭腐ってるよ、これ。 え君らやったらどこに止めますこれ A あって、あの、うんうん、B あって、C あって。A、B、C どこ止めますこれ頭、知能、知能テストです。猿、猿の知能テストよりか簡単だと思うんですけどね。つまりこれでね、正解答えられないやつな、ね、あの、猿です。猿。C 止めますここで。頭おかしいんかお前は。どう、どういう知能を持ってそこい止めな俺をどかしたいと思って。最終的にはお、俺が邪魔者でさ、俺、このバカ、バカな自転車が最初からいたのは私ですと言いたいためですかこれ。 ね。まるで私がさ、後から入ってきたみたいにした、仕上げたいわけそそ、そうはならへんよ。はっきり言う。そうはならへんよ。カメラあるよ。で、前々から、さすがに俺ずっとそこに止まってるよ。おい、なんでここに居とる思ってんねん。んお前は状況知らんからも知れへんけど、俺、俺は全部の状況把握してこいつら、バカな自転車の。俺の方が長いんやから。この辺に止めてる奴らよりか俺ずっとここ止めてんねんから。ずっと。で、迷惑かけない、このね、動かんバイク。え、 何のためにこいつバイク買ったんだろうね。俺がさ、使っていいですかこう。使わないんでしょ使わないのに、チョリンジャー置くなただでさえさ、多い時あったんやでで、あの、使われてない。要は、あのー、捨て、な、なんやな。放置、自転車。捨てられた自転車みたいな。ずっとそのサドルの部分が、あのー、放置自転車と違いね、サドルの部分。サドルが埃か被ってんねん。乗ってないから、埃か被るんですよ。乗ってたらケツの部分に、さ、ケツ触れて、 あの、今やった花粉とか、さ、ケツにつくやろだからサドルが綺麗になるやん。サドルむちゃくちゃ汚いね。汚い。汚い。けど俺の近くに止めて、俺を邪魔しようとしていくんね。で、バイクって、こう、横からね、人入るんですよ、人、これ。わかるこれはもう、こう、入るしかないんで、ね、す。まあ、スタンドの位置的にもそうやしな。大概はですよ。左から入るしかないんで、左のスペースが重要なんですよ。これ、これ見て、わからへんか、これ。あって気づかへんね。 左のスペースが重要って言いました。で、バイク、私のバイク、自転車です。はい。ね。私のバイクが一番苦しめられてるんですよ、これ。この順番が、私のバイク、このバカ、バ、バイク、自転車やったら私は苦しめられてないんですよ。左から行けば、左は空いてるからな。スペースあるやんで、この、ね、左側にバイク止められると、あー、こいつは本当に迷惑かけるプロだなと思います。左からしか、 あのね、スタンド動かせられないから。一回そのバイク持ったことない方は持ってみあ、確かに左からしか行けへんわってなるから。なあの、スタンドかけるとき。左。結局左側なんですよ。出るときは、あのー、まあ、押したら出れるんやけど、あのー、スタンドかけるとき結局左になるやん。やっぱ左側のスペースがいるわけですよ。そういうのを考えられずにぎゅうぎゅうに詰める。このバカバイクは。まあ、頭がおかしいね。はっきり言って。どうしてこう、人をさ、 あの、馬鹿にできる、人の邪魔をできる、迷惑かけられる、不快な思いさせることができるんだろうか。ね、こうポン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 出てくるでしょ。それだけ俺さ、もう、ま、参ってんの、この、うつ病なんだよ、こんなことばっかりさせらされて。鏡会社も、土手の燃やし、もう、聞かせてやりたいぐらい。で、実際に俺写真、めっちゃ撮ってるから、出してやりたいぐらい、本当に。マジで頭おかしいよ。で、これで頭おかしいって思いないんだ、お前なんだよで、お前だろ俺に迷惑かけてるやつお前だよ、お前。お前なマジで首つってくれ。俺から、俺の前から聞いてくれ。 そんなに死にたくなければ。これ、後ろが刺されて文句言われないよ、これ。なんか、その、事件とかでさ、なんか刺されてってあるやん。いや、大概刺されるやつがおかしいって。今までのうっ恨みが溜まってて、刺されたんちゃうんですか兆候がなかったって、知らなかった、わかんなかった。知的障害者か、お前は。自覚せいや。自覚してるやろで、こいつもなあの、バッテリーわざわざ外してんね電動自転車言うなよ。電動自転車によねバッテリーっていうのがあって、あの、電気で動くから、その、 装置あるわけです。で、取り外し可能なわけですよ。あれ、多分高いんですよね。そもそもまあ、電動自転車自体,自体が高いんでね。だからわざとね、取り外したんじゃないかなと思います。わざわざよ初日によ気色悪いやろこのムーブー。させられてみ自分がこれ。こんなこと。うわこいつなんて読むやっとんなーってなメやろやっとんねんこのアホはやっとんねんわざわざ分かっててやっとんねんこいつ人に迷惑かけてるなって自覚してんねんで、後からさあ、あの揉めてさあ、あの、話し合いになって自覚してませんでしたとか言うんやろ、こいつ。�つきクザやな。 もうこう,いうやつ、嘘つか、嘘しか使かへんねん。おだから嘘つくやつ嫌いやねん。嘘が嫌いなんじゃん嘘をつくやつが嫌いやねん。その神経、精神が大嫌いや。気色悪い。本当に。幼稚園児かお前は。す、素直に謝ることもできん。まあ、謝れたらこんなさ、気色悪いことしないでしょうね。わざわざ人がいるとこ分かってって止めて、ね、あの、どかされへんようにチェーンまでつけて気色悪。い死ねおい、一遍死ね,えいっぺんしねえお前一遍さ、殴られろマジ。偉い人に殴られろ。で、ちゃんと裁きを受けろ。 法律で。で、法律もね、ちゃんとまだまだしてない。旧世の日本の法律だよ嫌い結局ね、あの、この怒りっていうのは政治に向くんですよね。政治家がちゃんとせえへん。ね。国民の意見を反映せえへん。ちゃんとした、政策。法律を立てない。だからこそ、揉め事が起きん。ちっちゃい揉め事だ。で、そのちっちゃい揉め事で、ね、撃たれてんの誰撃たれたの誰元首相。ね、なんで撃たれたのあいつ。なんでなってくるやろほら。弱者。弱者をいじめまくった結果、死ぬのはお前ら政治家やぞ。よう考えよ、自分の行動。 ね、ちゃんとやらへんかったら、インガ報オ絶対食らうからな。当たり前の話や、これ。仕事もせえへんやつは、首。そもそも、罪です。え、ね、職務、怠慢。警察、お前らもや。管理人、お前らもや。仕事も、せえへんのやったら、罪です。犯罪です。罪人です。もう、牢屋に行きゃいいね。非常識なんやから。そういうレベルのことやと思ってないやろ、お前ら。ことの重大者重大さを分かってへん。人舐めたら、それはね、 その分きっちり耳揃えて、対処するからな。私みたいに厳しい人に出会うんですよ、いつか。今までなあなあでやってこれてた人。私に出会った瞬間もう終わりや。お前食われんねん。あのー、金、金魚の水、水槽で生きてるやつがさ、海に捨てられて、サメにすぐ食われんねん。サメじゃなくてもそこらの、魚に食われてしまいや。当たり前やで、これ。わざとこれやってねん。ワイのところに止めて。 よくこんな不快なことできますね、これ。どうです私から上げ足取れますどうして私のことを批判したくて仕方ない人がいるんかなで、しかも、人の気持ちを全く理解しようとしないやつ。お,お前、こいつと一緒かなど、どこかさ、何かを学んでこれてん。それは道徳や。心。で、それ人の気持ちを分かることがお前はできてへんねん。モラル。カタカナで言うの俺嫌いなんだけど、ルールだとか。法律。お前は法律の何も分かってへん。アホや。 俺初日にねさ、東京来てさ、こういうの変えたんやけど、この防犯みたいなやつ、住所とかのやつを、めっちゃ頑張ってたわ。普通、普通そうするよな。あと、え、ナンバープレートとかな、ナンバープレートも変えてない人おるでしょ。お前お前お前、お前ね、あのそこに自覚あるお前、ギクってしたお前、おかしいって思われてますよ、みんなから。ね、大概そういうやつ非常識ですから、ウィンカーもつけられ、ログにつけられへんようなやつです。そんなやつが、ね、入ってきて欲しくない、本当に。 でね、私、やっぱ優しいんやね。優しいんですよ、本当に。私を責めることできないでしょで、私が顔出ししたとしてね、仮によ。まあ、線よ、はっきり受けろ。顔については、ああだ言うしかないんでしょ、お前らって。例えば、これ、文字とかやって、も文字汚いなとか、話取れてるわけやんか。話取れたことしか言えへんのですわ。うわぁ、面白いな本当に、土定のが。お前ら、知能低いから、そうやってさ、話取らしたことしか言えへんねん。まひろゆきみたいなもんや。 話そらして。で、なんか、あの、買った気でいるんやけど、いやいや、賢い人からしたら、それ、ただ話変えてるだけのバカにしか見えてませんよ。見えてませんよ。全然賢い人だと思えてませんよ。でも、あの、いいねとかでね、バカが釣れるんよね、それが。なんでそんな奴にいいねやるんでしょうね。アホ臭。もうバカ、バカ同士が群れてさ、ワイワイしてた。自分らが、ね。 のの中の河津で盛り上がってていやー、世界、世界からしたらお前ら、ば、バカの集まりにしか見えてないの汚い、あの、ドブ、ドブへ引き返るですよ、お前らって。全然世界はしない。世界にはめっちゃ綺麗な奴らがいるのに自分らは綺麗だと思う。いやいやいや、レベルは低すぎるよ。そんな奴は成長せんな。のこの一生で、成長し、こいつは成長しきれんわ。だいたい悟りに穴開いてきて、もう笑ったわ。もうこの時点でこいつおかしい奴って分かったもん。 まあ、そもそも、そもそも俺のところに止めてる時に、はってなったけどね。あなたがこれ一回やられていいこれ,これサド。サドルこいつ。こいつやられてみこれ。はってなるかないや、他にもあるでしょって。で、そんな中でわざわざカバーが置いてあるとこに行くかつまりカバー置いてあるっていうのは小学生でもわかること。そこに止めてる人がいるということですよ。なというかわざわざこう日本語を言語化して言わないとわかんないかこれ。 そ、そこまでお前らの知能って低いんかな最近知能が低い奴らと話してばっかりでも、だるいんよ。警察官も頼りにならないし、頭悪いしさ、全然頭を使おうっていう気がないわけ。本当に。頭悪い人と俺会話してるのかなと思って。なんか、一言一言、なんか、歯だとか、そういう物、物言い,い、物言い,いからしてね、頭悪い奴だなってことね。まあ、俺のね、あの、言い方もさ、アホばっかばっか言ってさ、な、あの、人によって頭悪い人になってよ、ね、思うかもしれない。こういう、あの、暴言ばっかり言う人は頭悪い。あのー、半分あってますけども、半分はさ、俺らさ、爆発してムカついてるからこう、ボコボコ言ってるだけですから。 普段がそんなことをボコボコ言うわけではないよ。でもね、まあ、世の中溢れてんのよ。あほ、ばっかり。それは出てまうわ。頭がいい人おったら頭いいなって思うんです。思うんですけどもね、おらんから言うとるんやろがい。考えそういうこと。で、舐められまくってんねん、俺。本当にね。思えばさ、俺舐められまくっとんのよ。この家、家の奴ら、家族の奴らからも舐められまくってて、で、ここの住民からも舐められまくってて、騒音出して、こいつら騒音出してもえやろか、えやろ、えやろな、みたいな。 なんかそんなんで思われてるらしいですわ。気色悪。アホらしい。あの、そう、俺がさ、丁寧にそう、挨拶、挨拶まではしてないけど、あの、ま、対応をよくしてやったらさ、飯下の、そんじゃ、飯使いやとでも思ってんのかな頭知能低いんですかこいつら。自分のことをさ、おーだなんだって勘違いしてるおバカさんですかね。なんかね、あの、優しく対応してやったら、こいつは私の奴隷なんだって思っちゃうタイプあーたバカですよ、あなた。あえてあなたじゃないあなたって言うけど。<laughs> で、この警察もさ、 全然俺の話を聞いてくれんというね。頭ごなしに、頭ごなしに、じゃあ、そ、それさ、あの、なんか、その、引っ越したらどうですかみたいな。全然ほんと、会話してくれようとしないのわけを。一回電話とかけてみほ <laughs> 本当にんとにこいつは人間かって思うぐらい。まあ、あの、犯罪者と一緒に喋ることが多いから、こいつらはこんな対応しかできひんなんでしょうね。で、あと、あの、ここのカニこ、こいつ、こいつはボケてればもう、あの、話になんない。話になない。<laughs> み頭みじんこすぎてする。 <laughs> 全然話、聞か、人の話をまず聞かない時点で俺はもうね、疲れた、もう。俺が喋るっては向こう喋るんだよ、これ。電話って、電話ってなあの、ど、どっちも喋ってたら、わかんないわけじゃん。頭悪いんかなと思って <laughs>。そうでしょ。もしもしって言って、もしもし何々です。あ、私何々ですけども、何々についての話です。あ、わかりました、すみません。みたいな感じで、そう。交互に、ま、LINE みたいに行くべきやんこれ同時に話してどうすんのもう疲れるよ <laughs>。もう疲れるよ、これ。 トランシーバーでこれやったら普通に殴りに行くわ、これ。無言で殴るわ、これ。無言で。いいっすかあのー、わかんなことやってねえで、ちゃんと人の話を最後まで聞いたからてめえが話せ。なんか言いたいことがあ,あるんだったらな。まあ、あるにしても、俺はその10倍返すけどね、てめえのおかしなことを。な。こいつの対応ほんまにおかしいからな。まだ他の動画でもごめん長くなってしまって。こいつの対応ほんまにおかしいからな。まだおかしいことしやがってん、こいつ。やっぱおかしいやつってさ、1個だけじゃないけど、2個3個4個5個何本でもおかしいことするんだね。おかしいのマジで。もう嫌になっちゃう。 マンション自体はそんなに、あの、ね、あの、問題はないんだけど住、住民がおかしいわ、住民が。で、治安はどう治安はそんなに悪くないはずなんですけどね。特にさ、ここ、そんなにね、悪くないんだけどね。で、家賃も安いってわけでもないです。よ、俺の中ではね。みんなの家賃がなんぼかしらね、1ヶ月100万ですってヒカキンみたいなこと言われても、それは非常識ですからね。みんなが1ヶ月100万で過ごしてるわけないですからね。いいですか常識の数値を言え、常識の。なそんなもん、10万以下ぐらいやん。 10万以上やったら結構な、その、商売できてるやつや。普通の人やったらそのくらいやねんて。で、安かったら、うん、3万とかですかね。とかだと思います。あのそれははっきり言って場所による。ね。あのー、こう家賃とか知らない人。頭悪いけど俺のことを批判しようとしてる人。経験もないくせに、よく俺を批判できやがるよな。そういう神経すっごいわ。これ、皮肉ね。馬鹿だろっていう意味で。すげえわ、本当に。そこまでして、人を落とし入れたいの。 物価によるに決まってんじゃん。東京は高いんだよ。で、どっかの汚い、あの言うても、あの、どうでもいいような田舎は安いの。同じ家でも。当たり前だろうが、そんな場所に住んでてもなんもねえんだから、周りにたくさん利便性あってね、便利なコンビニもあります、駅もありますってった高くなって当たり前なんだよで。同じ大きさのアパート、マンションであってもですよ。それぐらいわかるよ、低知能が。俺さ、理解力ないやつに対して本当にボコボコに言いたいわ。 そういうやつってさ、自分が低知能なのを理解しないんだよ、ね。よくそれで生きてられるわ。まあ今人に迷惑かけ続けてきたんでしょうね。これからも死ぬまでも死んだ後も。気色悪い。何のためにこいつら生きてるんですかね本当に自分で考えてください。何のためにこいつら生きてるの何のために自分って生きてんのって。迷惑かけて何が楽しいね。俺なんかさ、人にさ、いいことばっかりし,しすぎて、気が枯れちゃって元気がなくなっちゃって、気持ちの気ですよ。その気が枯れてしまって、もう、何もしたくないってなって。あの人に迷惑かけたいってなっちゃったよ。 どうすんのこれ。爆発しちゃって、刺されても知らないよ、これ。もう私は知りません、状態です。当たり前でしょ。君らがやった積み重ねが、結果がそれ。人にいいことしたらいいこと。返してもらえるわけではないけども、わけではないけども、もしかしたら人がマウントされるかもしれないけども、中には、いや、全員100%であれ。中にはいい人がいてくれて、あなたにいいことしてくれるかもしれない。悪いことばかりしたら、もっと悪いことで返してくる。それは当たり前です。 ね。いいことすればいいことは返ってこない。悪いことすれば悪いことがもっとたくさん返ってくる。そう思っとけ。ね。悪いことをすれば悪いこと返ってくるんじゃない。悪いことをすればもっと悪いことが返ってくるんだよ。わかったかお前ら。俺、さあ、めちゃくちゃいいことしまくってて、問題あったらちゃんとね、まあ、他人かヘイトが溜まるかもしれないけど、これできてないですって、ちゃんと言ってんの報告。そ、ね、報告することで世の中改善されていくわけ。なんかおかしい危ない場所があったら、この場所危ないから、 あの、コンクリートで固めてねとか、アス、アスファルトでさ、穴開いたとこ止めてねとか、俺はちゃんと言ってる。お前ら、言ったことあるかお前ら一度足りと、一度でもいい。一度足りとも言ったことあるかそいつだけが俺を批判することができる。それ以下の、それ以下のゴミども。もうお前、お,お前らからのコメントは無価値だ。うせろ。消えうせろ。価値ないし、コメントする、レベルに達してないから、俺のところに。やめてくれ。迷惑をかけるな。 お前が一言俺に文句言うんだったら、俺は百個お前に文句言ってもいいかいいよなだってお前一人に文句言ってるんだから。文句言われる、文句言うんだったら人にな言われる覚悟で言わんかい俺は別にね、あのー、なんとも思わない。だって本当のことを言ってるだけだから、真実、嘘言ってない。ねあのー、なんだ、その暴言ばっかりですよって、例えば金魚にっていう人がいて暴言ばっかりで暴言ばっかりですよって、それって事実じゃんな事実に怯えてんのか、お前らは。ね 事実に怯えるんだったらやめろ。やらなきゃいいじゃん。じゃあ。俺は別に怯えること何も言ってないから。全く、全く、思わないわけ。ただ、おかしいこと。批判する奴いるとにかく批判だけしよう、みたいな、方。で、自分も字上手くないの、ね、こいつ字下手くそ、みたいな。それはさ、話関係ないじゃん。内容の話をしろ。そうやって上げ足を取ってどうする何がしたいんだお前は。価値ないぞ、それ。 ごめんね、視聴者ばっかり怒って。でもさ、結局、おかしいやつって、言われなきゃわからないわけ。で、今もこれしてるわけよ。おかしいやつに対して、あなたおかしいですよって俺言ってあげてるわけ。俺の優しさに切り付してくれ。わかってくれ。本当に優しいだろこのお酒全然言わないな。なんかあの、いつもみたいにフラフラになる。<laughs> めちゃくちゃ飲んでんだけど、これ。ごめん、なんか、あの、美味しいお酒って言わない説。ちょっとまだまだわかってないんですけど。ほら、聞いたい バフバフしてるでしょあ,あいつら、住民、ここの住民よ。頭悪いからね、あいつら。花粉があってもさ、毎日窓開ける人、頭おかしいよ、本当に。あかってないんだろうね。<laughs> で、あの、結局コロナにこいつら感染して、で、周りの住民にも感染させな、ね、い。あの、汚いこれ。こういうやつだってさ、白ションって、くしゃみも、さ、ドア、ドア、ドアノブあの、に吐いて、あの、みんなが触れるところにも、さ、白シンって、その、くしゃみとか、唾バいイを撒き散らかしてさ、住民全員をコロナウイルスに感染させる。 悪魔だよね。もう、バイオハザードですよ。もう、これ犯罪だろ。半分犯罪だろ、こいつら。マジでこいつからね、感染者出したからね。許されねえよ。本当に変な、だからね、こういうね、適当なことをしてる奴が周りに居ると、ウイルスとか病気、病原菌をね、真面目な私たちにもね、脅かされてんのよ、生活を。本当に排除したいわー。 <laughs> どうせアルコールスプレーを持ってないようなやつでしょ気色悪だから、もうね、知能が計り知れてんのよ。なんでこんな奴がさ、これ低得所得者えー、お前もやないか。黙れ俺は別に低得所得者じゃないぞ。あの、働く気が起きないってだけ、このバカみたいな政治家どもがおって。政治家もバカです、今の政治家。まあ、昔からはやけど、自分ことばっかりの自己中の政治家。自己中のやつはもう掃除でバカですから。私以下です。私は自己中ではなくて、みんなのためを思って、ちゃんと行動してます。 あの、ね、私だってその、時間ないのにさ、掃除とかしたりしてるんやで汚いところがね、あまりにも目障りでさ、みんなに迷惑かかるところは掃除してあげてんのに、この態度ですわ俺のことを下に見てるんだろうな。でわざわざね、じゃあ俺何をされたかなんでこんなにこいつは怒ってんのって。俺、昨日に怒ってんのって。あのね、嫌なことされたんです、最後の方にやっちゃったけどね。わざわざね、バイクのミラーを動かしてきやがるんですよ、これが。 まあ、すごくちょっとしたことなんですけども、別に触れるところでもないのにわざわざ動くっていうのも,も、動かしとるね。そういう、そういうところへそういう気色悪い精神ちょっとでも人に迷惑かけるだろうって、もうそもそもこう来てんのが俺がさ、すごい不快に思ってんのに、さらに追い打ちをかけて、ミラー動かしてきてさ、こいつは何がしたいんだろうな。いや、俺から怒りのパワーを引き出したいんだろうか。なあおかしな奴がいてる世の中、本当に。ここまでし、したいか おかしな奴がいる。人間性が毒ずやん。毒ず。こう、わざわざさ、関わらんでもいいの関わってきて、迷惑かけて、え、何がしたいんこれ、キチガイの方ですかこれ。ねえ。迷惑やん、これ。これで、ね、問題起きたらこいつのせいにするけど、よろしいかもう、バンバカバンバカ、息きりを飛ばしまくるけど、よろしいか 体、こんなことするやつうまくいかへんから人生。俺よりもうまくいかへんからな。覚えとけよ、お前。覚悟せよ。な、なんで、なんの恨みがあってわ、わ、わいの、部わざわざ動かすんか知らんけど、頭がおかしい方なんでしょうかね。知的障害者なんでしょうか、まあ本当に。なんか、その、病気を理由にしてさ、がめつくいくやつおるよな。お前、人間ちゃうぞ、もう。まもや悪魔やで。悪魔や、こんなことするやつは。あの鬼、鬼と悪魔ちゃうからな。鬼は、あの、悪魔を、 死生存在ですから。こんな人間じゃなくて悪魔や。で、他に止められるところはあるのわざわざ、こうね、自転車って、まあ、バイクよりか小さいってわかるでしょね。で、大きいバイクのさ、大きいとじゃあ何があかんのって、幅取るから狭くなるよねって、お互いにあんまり良くないよねって。ね、あの、自転車、自転車よりかバイク、バイクの間に挟まれたら狭いよねって、そんなん考えなくてもわかるやん。どこに頭使わへんの学校終わったらもうそれで終わりかこいつ、あの、 はっきり言ってぶ、ブサ細クなやつやったけど。ブサ細クなやつやで。やっぱ顔に出んねん。あの、ほんと失礼なこと言うけど、ブサ細クなやつやで。で、俺ぶっちゃけそんなにブサ細クではないのよ。じゃあなんで顔出さないのってね。顔だけで、ちやほやされたくないからです。ちゃんと私の心を分かってほしいからです。顔が綺麗やから、私のことをグッドボタン押す顔がブサイクやから私のことをバッドボタン押すバカなんじゃないの中身を見てください。っていう意味で私は、顔出しは、する気にもなれないんですよ。まあ、あのー、ね、中にはその、顔が、 もう見てほしい、顔を褒めてほしいからってわざわざ顔出す人おるかもしれない。あと、女のね、YouTuber だったらね、顔出しなんぼみたいなとこあると思うけど、うーん、浅いですね、うんあ。魂レベル低いですね。精神レベル低いですね。ルッキズム、あの、見た目、至上主義やないですか、それって。ね。見た目不細工やったら、あの、えっ、ー、と、軽く扱うみたいな。気色悪。ね。生まれが全てみたいな考え持ってる人。レベル低まあ、でもね、はっきり言って顔に現れる。 あのー、心のブサイクさは顔がブサイクになっていく。いいですかで、本当にね、イケメンな方は心までイケメン。当たり前です。心がイケメンだから顔がイケメンなんですよ。この順番は本当だと思います。で、ヒカキンも、あちょっと、え、別の動画で言ってたかなお,お酒の動画で言ってたかなあいつはね、あのー、心が豊かになったから顔がね、あのー、富、富の顔になってって,て、あのー、幸せそうな顔になってってるんですよ。最初の頃はね、 うん、そこらの、モブキャラと一緒だったっけど、今、今やったらもう主人公キャラ、あれ、オーラが変わってんねん。オーラが、出てんねん、やっぱそういう波動光光というか、波長波が出てんねん。顔変わったでしょ、彼、輪郭。変わってくるんですよ。だから、心の中こそ影響でんねん、顔に。やっぱね、確信はね、心です心真ん中なのは心です顔じゃない顔で決めてるやつはレベルが低いあのー、えー、VTuber おるでしょ あれ、可愛いから言うて、アホ、アホかアホか <laughs> なんでこんなにさ、レベル、精神レベル低いことができるのか分からへんですね。あ、あんた、側、側だけやで。中でおっさんですよ。汚い。ね、髪のことしか考えてない。汚いおっさんですよ。あんなもんをさ、にあの、惚れてるやつって、あの、まあちょ、ちょっと、知能グレーゾーンなんじゃないですかはっきり言って。電車とか好きそう。<laughs> 言っちゃいけないがこういうのはね。差別的で。よくあんなの好きになれるなと。 で、それでやっていけるのが不思議でならないですね。半分ちょっと日本人っていうのは、ああいう萌えキャラ系が好きっていうのは、あの、まあ、国民性というか、結構だからさ、あの、文化が日本っていうのは、他の愚かな国どもよりかは発達していてですね、何が可愛い、何が美しい、何が汚い、綺麗っていうのがわかる、我々人種な、うちの一つなの。こいつはもうクズやけどね。こいつ、こいつはもう人間じゃないけど。なんですよ、一応日本って。 だからこそ、その、ある意味、ルッキズムになりやすくなるのかもしれないけれども、まあ、あの、中身見てみたらわかるけど、ほんまに、あの、ゲス野郎ですよ。ゲス野郎。で、あのー、ね、私の、技ざ横に止めて神経がわかんないです。もう気違いなんかなって、あのー、思われてますよ。人から恨まれてますからね、こういうやつ。一回、一回偉い人に殴られてください。一回、あの、警察に殴られてください。それはお前がおかしてよって言われろね、権威力持ったやつにちゃんと縛かれろちゃんと裁かれろ法律とかで、どうせこういうやつさ、 だから、こういうことするやつってな。まあ、人に迷惑かけてるやん。だから、普通にな、お前らそ、そ運転しててさ、急に飛び出してきたりすんねん、こういう自転車って。こういうことするやつです。おるでしょ変な運転してる自転車。赤信号無視する。こういうやつがしてます。こういうやつがするんですよ。な、それ考えて、怒りがさ、収まらないでしょ出るでしょだから、俺言いますよ。おいこらー、これって。絶対言いますよ、これ。 俺に、俺に迷惑かけてんねんかそもそも。でね、みんな迷惑かけられてるんやったら、ちゃんと言おうね言おうまあ、もちろん、あのー、争いにはなると思うので、あのー、ね、うんあのー、おおらかに言おうやめましょうねぐらいで言おうボケ殺すぞまで言うと、ちょっとそれ、それ言いすぎやから。そこ、そこ言うとあなた非常識になっちゃうんで、あのー、二度とやるない次やったら引くぞぐらいでいいんです。ね。 それはそうです悪いのはどっちですか先に悪いことしたの誰ですかあの、なんか、その、えっ、ー、と、脅迫罪とか言ってる。先に、先に人に迷惑かけた人誰ですか罪持った人。お前やん。バとマナ運転できてない。道路交通法違反のお前が先に罪を犯して。先に罪を犯した奴の方が悪いに決まってんじゃないか。な一回痛い目に遭ってくれ。一回。一回。そしたら綺麗な顔になるわ。本当に。顔が、ボコボコになって。その方が綺麗や、お前は。か顔からして、うわ 本当にそう、あの、道端でタバコ捨ててるやつおるでしょ、ポイポい。そういう顔してるわ。うわあの、年齢的には、で、こい、こいつ、ニートです。あの、無職です。30ぐらいの、ちゅ、ちゅ、な、なんやあの、中肉中前の男性ではないですね。な、なんか、社会不適合者っぽいやつですわ。中途半端に髪染めて、みたいない。そういうやつみ妙、妙にロン毛。その、ロン毛っていうのをわざわざロン毛にしたわけでもない、みたいな。 そういう、うわーってやつ。み、見たらわかる。なんか悪いことしそう。なんか、この、ね、引っ越した早々、誰かが止めてるところにわざわざ自転車止めてきそう。みたいな顔してんねん、本当に。本当に一回顔見せたろうか、そういつの。うわー。なんかあの、おるやろえー、っと、例えて言うんやったら、あのー、ごめんな俺性格、あんま、性格までいいわけじゃないからね。あの、精神整ってる性格がいいというのは別の話ですから。あのー、 デスノートの漫画の渋くっておるやろ。最初ぐらいに出てくる。あの最初デスノートで、あの、やられるモブキャラおるやん。<laughs> ああいうような、うわ、うわ、なんかね、むっさいやつやな、みたいな。のそくさいやつやな、みたいな。そいつ、そいつ。自分のことばっかり考えてるからね、こういう電動自転車だとか、そういうのに乗るんですよ。これがさ、あの、おばあちゃんとかやったらええわ、別に。そうでもなく若者のくせに電動乗ってんちゃうぞ、お前。なあ、ちゃんと足使わんかよ、足。自分の足で焦げ 電動で行きとんちゃうぞ。ワイバイク乗ってんのは、バイクが好きなんと、あの、まあ、仕事やってるからなんですよ。こっちは本気なんで,で、それでさ、疲れて帰ってきて、このざまですよ。毎回毎回。もう本当に馬鹿にされてます、ここの住民には。てか、は、入ってきてそう,そうやり、やるよりこいつ、脳みそおかしいからな。で、みんなにも、あの、考えてもらいたい。そして、みんなにもやらないでもらいたい。あの、引っ越した先にこんなことしないでくださいね。てか、まずは、あどっか、その、 ね、あの、橋の方にでも、別にそこ止めるとこじゃないみたいなところに止めといて、え、聞くねどこに止めたらいいですかとか、な一回は、断りを入れんねん。断り、あの、ええー、と、な、何やったっけ、ええー、と、こうしていいですかっていう。ちゃん、ちゃんとね、えー、っと、そういうのをふ、踏まえた上でやるんですよ。それが、やらないと、それだけでこじれるから、世の中って。 わかんないなんでわかんないねじゃあ、一年生、小学一年生からやり直して。むしろ、小学校の方がこういうの丁寧に教えてくれる。こういうの、不快になるかやめようね、とか、喧嘩になるよ、とか。なあ。お前は何を学んできたんじゃん、ほう。中、中学が急に入ってきて、中学もやってへんのもうしねえ。いらねえ、お前みたいな、ニートや。こいつも仕事してへんのに。ようやれるわ。仕事してへんで、こいつ。お、面白い奴らこ、こいつ毎回さ、 仕事もしてへんのに、自転車でどっかふら,ふらついて夜遅くにふらついて俺のミラー動かすねん、これ。俺、俺もさ、仕事でさ、夜遅くなるからな。だるいねん。はっきり言って。あの、つ、次、次の日にミラー動いてんのがわかるんですよ、これ。気色悪。ね、あ、あの、俺、俺だってさ、朝起きれへんから、夜、夜、夜ばっかしてんねんけど、夜見て夜まだ、あの、帰ってきて、なる。なんなんすかね。一回あったら、普通に、あの、喧嘩です。当然ですよ、あの、俺を馬鹿にした、 時点でお前の負けやからな。なんで俺を馬鹿にしてええと思え、思えたんでしょうかね。嫌いやわ夜に、夜10時ぐらいにフラって出てんの見たわ、これ。な、何,何しに行くん店閉まってるよ、これ。変なの俺も早い段階でさ、あのー、帰ってきたりはするんよ、10時ぐらいで。で、まあ別にずっと見てるわけじゃないけど、たまたま見てて、うわ、ぶっさなやつおったなって思って、こいつやね。うわぁ。新入りのくせになこう態度でかいやつって、 さあな、な、な、いらんよな、そんなやつ。迷惑ですよね。でね、高確率でトラブル、駐輪場、あるある、ちょっとまとめてみました。一応。えっ、ー、と、まずね、決まってない。これが、大部分ですかね。あの、止める場所が決まってないってことですね。あの、自転車、ない。どこ、こに誰が止めてええかね、決まってないってこと。で、バイクもありってこと。で、これ、これに関しては正直言って心がみんな狭いな。で、あの、全員がバイクっていうことはないと思うし、はっきり言って。で、全員がね、自転車持って行ってたわけでもないです。が、あの、人によってはだ、 あのバイク偉そうな止め方するやつおんねん。本当に。当たり前のように、駐輪場で止めたあかんところにも止めるバイクおるやでしょそういうやつが入ってこないと困る。そしたらそいつに対してヘイトが来るわけやん。で、そしたらバイク止めて全般にヘイトが来んねん。みんなからの、ね、嫌悪が来んねん。当たり前やけど。まあ、こういう、まあ、ある意味自由すぎるんですかね。それのせいでかかってくるのが。で、ここ、いい、別にね、バイク止めていいとこですから。だから止めてんだよ。 それでね、俺が止めちゃいけないとて止めてたら、それはなんか言われる可能性あっても、それは仕方ない。ここ止めていいとこだから。他のやつの止めてて、なんで俺のとこでわざわざと止めてきてんので、しかもね、あのー、新しいも、もっとね、この、えー、っと、バイク、やつより、来たやつがおんねん。あのー、最近来てん、最近。またそいつもめんどくさそうなやつでね、でかいジャイロやったっけね、配達用のバイクなんですよ。そいつも配達員。うわぁ、だる。またこれ後別の話で出しませんさすが1時間もかかってんで。だる、本当にだるいやつばっか来んね。 で、ええー、と、そもそも治安が悪かったりするところ。で、管理会社の管理が不足、あの、管理できてないってところ。な、あの、放置自転車だけ <laughs> 最初来た時にね笑、笑っちゃうほどなんかもうお、終わりきってたからね。で、あの、生きてるやつだけ生きてるみたいな。悪い。で、こんなとこ生きてんちゃうぞ。しかもお生きてる価値ないやん。しかも、チャリンコしかさ、その年で持ってないってさ、もう社会不適合じゃんやん。はっきり言うけど。普通はね、免許証持って車持ってるもんですから。ね、いい歳こいて。じ、じじんに持って自転車乗ってるようなやつで、ね、ろくな人生してないの 一回、その、あの、刑務所で白ついた、あの、前、前科何番とか言ったら汚んでる基地がいい、ばっかりで、場所に優劣がある。あの、屋根があるとかないとこってありますよね。まあ、俺のとこはね、比較的屋根あるとこなんですよね。で、あと、何やろね、出口に近いとかそういうとこっすかね。まあ、あの、確かに俺の止めてる出口は近かろうが、だから何なのって話だよね。そこまでさ、幼稚園児みたいに出口近たいとか、俺出口近いとこにバスで乗るの、景色見る側のチェキがいい、みたいな。うん、もう、もう帰っていいよ。な。実家に帰れよアホ。 そういう、そういうアホみたいなことするとこちゃうから。ね。み、みんな、さ、公共の場で、ね。そういうことせずにやっててね。お前だけはこういう気色悪いこと言ってんな。俺だけがあの、優れた場所がいいみたいな。うせろ。お、お前は社会不適合者やからさ、あの、お、お母ちゃんの家でずっといてるアホ。実家で、田舎の、田舎者が。ど、こ、こんなのはっきり言ってどうでもいいです。 で、あの、まあ、な、や、屋根確かにないところがあれば辛いのは分かるよ。なんで俺だけがって。なるやん、本当に俺だけがないよ。俺だけ、俺ばっかり迷惑かけられてさ、他のやつはおとがめなし、なんで他にもいっぱい言うことあるよジャイロとか幅でかい二輪の。そ、そいつのとこ攻めへんのそいつも二つず幅取って。で、俺の大型バイクあるやん。そいつのとこ行かへんのなんでわざわざ俺のとこやねん俺の舐められてるやろ、これ。どういうことえ、俺おいかしさ、ヤンキーやけど大丈夫そう大丈夫、何でもするけど大丈夫そう嫌がらせ、毎日するけど大丈夫そう 知らねえよ、俺に喧嘩売ってんだから。喧嘩売ってお前が悪いぜ。先に喧嘩売ったのお前やんどう考えても。いや、暴るのはお前やでようヤンキーに喧嘩売れますね。<laughs> えー、で、無料なとこ止めるのが無料ってことですね。あのー、有料なね、駐輪場とかあると思いますけど。無料やとね、暴れる。何でも起きたから、なんかその、えー、自転車関係のさ、物とか起きまくる人おるでしょ。頭おかしいやつですよ、なんか。なんか、マフラーとか置いて、マフラー <laughs> バイクの。おるでしょ、タイヤとか置,く置き出すやつ。頭おかしいやつです。 で、あと、ひ、広さですね、駐輪場の。広くも狭くも。客のね、多さに対して狭いと、まあ、争いが増える。で、ぶっちゃけね、広くてもね、じゃあ、じゃあ、俺はさ、あの、自転車3個分止めたれ、なんか2つ分止めたれっていう人がお、ね、こほ、他もやるなみたいな。記あるパクってんちゃうぞ。まあ、ここ、心がね、あの、広くない。狭いってことで、心も含めて、ね、場所もですけど、物理的な。ね。で、あと、住民が頭おかしい。ほんまに、あの、頭おかしいやつって、いてますからね。一回会ってみて。 な、俺がこうごちゃごちゃ言ってるようやつ、一回やってみて、お前。何もお前分かってへんよ、世間知らずめ。え、一回頭おかしい奴に出会え。ほんまに気違いやぞ。で、こんな、法律何も知らへん、アホやから。ん、ボン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 はね、あのー、逮捕案件を犯してくるよ。だけど、ボン、ボン、通報したね、こういう奴は。で、来る、来る奴をもっと頭おかしいです。なんでなんで, <laughs> なんで誰か俺に、さ、味方になってくる仲間、いてくれ。本当に仲間いてくれ。頭おかしい奴ばっかり。で、常識はない。あの、自己、自分のことばっかりやつ。あのー、 ね、義務教育を終えられてない方。ね、ほんまは卒業できてないけど、みたいな。あの、あるでしょ、ニュースでさ、大、えっ、ー、と、じゃ、大、大学生にもなって、はしゃいで、<laughs> 旅館ではしゃい、はしゃいでさ、ツイッターにアップして、みたいな。いあアホなの何がバッドボーイズや <laughs> え。最近の子ってあんなにアホなのびっくりするよね。あ、定園高校ってあるやないあの、えー、A、A ランク、F ランク、Z ランク、知るかそんなにアホなのあれ、あれが Z ランクか。あ、ぜ、ぜ、えっ、ー、と、 Z ラン ?F ラン ?F ランク ?Z ラン ?Z ランク知らんけど。<laughs> あんだけ、さ、アホみたいなやつっておるんやな。あんなんさ、高校生のはしゃいでる、もしくは中学生レベルやんか。中学生でも <laughs>、やっていいことやって悪いことってわかんないじゃん、普通あの。やっていいって言われてもやらないんです。<laughs> やらないんですよ例ええね、管理会社が、あそこのバイク止めてるとこに止めていいですよ。あのバイク止めてるやつに迷惑かけてもいいですって言われても、やらねえんだよ やってる、お前は頭はチガいだ消えるわ、ほっていうわけで、うん、あの、最後までね、ご視聴ありがとうございます。まあ、あの、最後まで聞いてくれたんで、なんかこ知口、そうやね、あの、ね、俺やってさ、人生楽しみたいわけやん。こんな嫌なことばっかり言うのは嫌やから、なんやろ、あの、えっと、 な,な、なんか、なんかあの、ね、動画アップして、ご具体性なくてごめんな、本当に、思いつかないな。あの、そうそう、あの、最近さ、フル使ってきて、それをのレビューとかしたいと思います、告知。何や、次の動画。でね、ごめん、本当にごめんな話なんですけども、前々からその実験やるって言ってるじ,じゃないですか、その実験、やってたじゃないですか、1ヶ月何々してみたみたいな。ごめん、全然、ね、あれアップされてない。あれもう3ヶ月前ぐらいやんか。ごめん、本当に、時間、時間なくて、ね本当に時間ない人なんですよ。ごめんやけど。 本当にごめん。あのー、待ってて。いつか絶対アップするから、また次の実験待ってて。ごめんね。最後までご視聴ありがとうございます。